神尾でございます。今日はもう一つの那国について、お話をいたします。魏志倭人伝についてあと一つ申し述べておかなければならないことがありました。それは邪馬台国の南に位置する久那国のことについてであります。魏志倭人伝には次のように記録してあります。その世の亡国を順次書いていきながら、その最後に那国がある。これは女王国邪馬台国の境界の尽きるところである。その南に久那国がある。男子を王としている。その間に菊池彦、菊池彦だと思われます。菊池彦がある。女王に属していない。要は北部九州の邪馬台国の付属国になっている21の国々を書いていき、その最後、最も南に那国がある。この那国こそ女王国の境界の尽きるところであると記録しています。さて、この那国がどこになるのかということでありますけれど、私としましては現在の熊本県玉名市および玉名郡一帯と推定しています。この玉名郡、古代にあっては玉木名の村と言っていました。日本書紀の景行天皇紀18年上であります。玉木名の村が縮まって玉名郡の郡名になったようです。いわゆるスサノオは過去において紀元229年、これは私の推定でありますが、那国、博多の那国の領主となったわけですが、その後紀元234年、これも私の推定でありますが、姉アマテラスオオカミ、別称卑弥呼の命令により南下して、この玉木名の村一帯を占領したのでありました。詳述しますと、アマテラスオオカミと月読み巫女と、月読み巫女は役職は高結び巫女であります。現代でいう総理大臣ということですね。月読み巫女と、アマテラスオオカミと月読み巫女とは、南方の久那国との国境の紛争を憂慮して末帝のスサノオに筑後水間郡を与え、久那国との戦いの前線司令官となし、現在に言うところの玉名郡を占領させたのです。幸いなことに、この荒尾付近の肥後北部、熊本県北部にはその当時久那国の開墾部隊は未だ姿を現しておらず、未開の荒れ地でありました。スサノオは後世に言うところの荒を流す玉名
南韓など一帯を瞬く間に占領し、そしてこちら側の開墾農民をその一帯に展開させたのです。すなわち北部肥後、熊本県北部の菊池川より北の部分を占領したのです。その付近一帯には未だ弥生人は少なく、獣の毛皮を身にまとった縄文人ばかりがあちらこちらに点在しておりましたので、それらの縄文人を追い払うことによりその地を占領したのでありました。それから6年、スサノオはこの占領地をよく頑張って開墾しておりました。そういうことでスサノオはこの占領した土地を玉木那国と名付けました。玉木那国とは古代韓国語で解析しますと、玉は司令官です。玉は司令官、義は耕す、那国は那国であります。司令官の開墾地である那国、すなわちスサノオが新たに開墾したところの那国という程度の意味でありました。那国というのは当然にスサノオの本国、那国、博多の那国のことでありました。自分が南方に新しい領土を獲得したのでありましたから、すなわち那国、博多の那国の分国を作ったわけでありましたので、その獲得地に自分の本国、那国、博多の那国と同じ名前を付けたわけです。魏志倭人伝が言う那国とはこの玉木那国のことでありました。それを略して那国と称していたのでありましょう。その上でスサノオはこの玉木那国の地に城郭をも築きました。筒ヶ岳城というのです。これは現代に言うところの荒尾市麓町の正代山、標高501メートルの山頂に築かれた山城でありました。なぜ私がこの筒ヶ岳城をスサノオのこの当時の城郭と考えるかと言いますと、古代の城には筒の字が多く使われているからです。この菊池川から北の肥後北部、熊本県北部地方において筒の字がついている城というのはわずかにこの筒ヶ岳城一つしかありません。そういうことで本当に古代のことですから、スサノオの城であるという明確な資料も物証もないわけでありますけれど、この筒ヶ岳城を当時のスサノオの出城であると推定したいと思います。さて魏志倭人伝でありますが、この那国をもって上国邪馬台国の南の境界の尽きるところである
としています。このスサノオの進出したナ国でもって、女王国は終わりというわけです。さて、それから南は何という国があるかと言いますと、クナ国。クナ国という国があり、男子が王となっている。王の名前は、卑弥呼であります。男子が王となっているとしています。そして、その官職の一つに、クコチヒコ、キクチヒコであります。クコチヒコというのがありまして、それが今のところ、南方における敵方の最大の優勝であるというふうに書かれています。もちろん、クナ国もクコチヒコ、キクチヒコも女王国には属しておりません。最後に、クコチヒコ、キクチヒコですね。クコチヒコについてもう少し述べますと、私はこの人物は中国江南の五国から派遣されてきた将軍であります諸葛直のことだと推測しています。結果として諸葛直はクナ国の将軍となって、菊池郡方面を担当し、菊池彦と名乗ったというのが私の考えです。いわゆるクナ国の将軍で、菊池郡方面をその支配地域とした、その最前線司令官が久保地彦。菊池彦だったのでありましょう。私は今この菊池彦、諸葛直をもって古代からの菊池地方の豪族であり、6世紀の枝船山古墳、玉名郡菊水町の被葬者の先祖であり、平安時代以降の菊池一族の先祖であるだろうと考えています。いずれにしろ、魏志倭人伝に、クコチヒコと一回しか出てこない名前でありますが、その名前を邪馬台国側が鬼人のごとく恐れている状況などから考えましても、後世、南北朝時代の菊池一族の九州を制覇した奮戦ぶりと、そのイメージが重なるわけです。後世、久保地彦、菊池彦が滅んだという記録もないことですから、クコチヒコイコール菊池彦であり、菊池一族の先祖であろうとの可能性も大いに高いものだと判断しています。ともあれ、この弥生時代、スサノオが占領した肥後北部、熊本県北部一帯が、玉城ナ国というスサノオの分国であったことを申し述べました。すなわちスサノオにはナ国、博多のナ国、本国であります。博多のナ国および玉城ナ国、熊本県北部のナ国、分国であります。この二つの領土、二つのナ国があったわけです。もう一度述べますが、スサノオはこの肥後北部
熊本県北部一帯を占領し、彼の分国である玉城名国、別称名国を建国し、その上でこの地方の出城として筒ヶ岳城も築いていたことを申し述べました。スサノオはこの時期クナ国との戦いを覚悟し、女王国邪馬台国の南の国境の守備についていたのでありました。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。次回は魏の使者卑弥呼に対面するについて、お送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。